さあ今日もねエギーパーティーやっていきますか。あれからちょっとランク上げたんだろう。なんかサメスキン強そうだね。サメスキンって結構あれどうやって手に入れるんだろうな。結構お金かかる気がするんだよな、サメスキンとか手に入れようとするとな。まあ、まずこのステージ1とかを攻略していかないとな。まずな、マグネットハローって何これ。あっすげえ、スパイダーマンじゃやってること。マグネットハローは復活すんのか。はい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 、なるほどね。楽しいなこれ。スパイディーじゃんやってること。はいはい、この中に入ったら回復するっていう感じか。なるほどな、わかった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 。この中で充電ゾーンみたいな感じなんだな。なるほどね。あ、いいね。今1位っしょ俺。充電ゾーンに入ってこのマグネットを使って進んでいけってことね。なるほど、これはこのコースめちゃ楽しいな。やってることだってスパイダーマンだもんな。1位、2位か俺。うわ悔しい、2位か俺今。いやでもこのコースクソ楽しかったな。こいつ進んでるけどな。そうなんかランクね、上げていくうちに、結構ね、なんか強いプレイヤーとかも増え始めたんだよな。最終ラウンドとかでね、あれなんだよな。結構、強いやつ増え始めたりしてね、ちゃんと動いたりとか、なんかね、アイテムでコンボしてきたりとかするやつも多いんだよな。なんかステルス使って、見えなくなって、冷凍マグロで後ろからぶん殴ってくるアサシンみたいな戦術取ってくるやつもいたりもするからな。いやさっきのステージ楽しかったな。このゲームね、あのね、なんかね、動画にしようとするとね、結構大変な時もあるんだよな。なんかね、あいつ木箱使ってなんかズルしようとしない、あいつなんか。あ、でもズルおー、ズルできた、失敗してる、わかんない、しょしょそう、なんかね、嘘、マジか、あ、こっちから来る感じね。なるほどね。なんかね、このゲーム、今ランクマッチやってるんだけど、あ、落ちちゃった。人が作った、他のプレイヤーが作ったステージとかも出たりするんだけど、そのステージとかってなんか音楽がね、自由に使えたりするのかな。まあそういうのもあるっぽくて、その音楽が著作権に引っかかったりとか、するっぽいんだよな。いや、てかするんだよな。まあ、全部が全部かは知らんけどな。ステージ全部が全部かは知らんけど、そういうのもあったりするから、ちょっと動画にするとき気をつけなきゃいけなかったりもするんだよね。パイプゴーイン。簡単。これ簡単っていうなってるけど、もっとランク上がっていったら簡単じゃなくなっていくんかな、もしかしたらな。まあまあ、こんなところで、死ぬ球じゃないからな、まだな。しっかり走っていこうぜ。最初持ち上げる。お、マグロ欲しい。俺のでしょ、これ。来た。バシンって。今めっちゃ叩いた、今めっちゃ叩いた。いいね、バチンって叩いて来させんようにしといて、いいね。あと適当に隙間取って、いや今の気持ちいいね、今の隙間抜け超気持ちいいし、マグロで叩いたのもめちゃくちゃ気持ちいいな。なんだこれ、これ早くなる、もしかして横行くと。いやわかんねえな、相手今木箱使ってやるしようとしたね。なんだそれ、お前やめろよそれ。そのなんかダッシュパネルみたいな、ジャンプパネルでこれ飛ばされるじゃん、これ乗ったら絶対外に。やめてほしいそれは。ローリングでゴールしましょうかね。よし、いいね、しっかり勝利しといて。8人までしかゴールできないからな、まずな。そうなんだよな、小島闇の、いや名前やばくなかった、なんか小島闇のなんちゃらかんちゃらって書いてなかった。中二すぎるだろ名前がな。悪夢襲来。なんか最初のレースのステージとかもな、なんか結構みんな慣れ始めてきた感あるんだよな。最後らへん団子になることが分かって多かったりしたからな。いや俺ステルスで行こう今回。びっくり箱とかも気になるけど、今回俺ステルスやりたいんだよな。できるだけ台の上に残りましょう。だからこれアイテムでぶん殴り合ったりする感じだね。体力ちょっと温存しながら行ったりもしたいから、ちょっと来られないように牽制だけしといてな。
最初にもみくちゃになってしまうと結構なんか倒してる俺なんか倒したんだな。取れる。このね爆弾はね自分が食らっても多分大丈夫だったりすると思うんだけど。いいねこれ。ステルス取っていく。そろそろステルス状態になってで、はいステルス状態になって魚で、はい、あ外しちゃったかな。はい、何やばいやばい、え、強いよそれおーい、え、何今の俺、凍らせられた、凍らせてそのままなんか滑らせるみたいな方法もあるんだな。スキンかわいいな。いたずらモグラ、それちょっと良くないな最後のはな。さあ2戦目やっていこうか。まずは透明な通路だね。透明な通路やったことないかもな。あんま記憶ないな。見えない道を照らして慎重に進もう。だってなんか公式から用意されてるステージ結構いろいろあるなマジで。ま、わかんない、やったことないからねこのステージは。道を照らすのがクールタイムがあるな3回ほど。ああそういうことね、道を照らすって。見えなくなってんのか。なんかゼルダの伝説の誠のメガネみたいな。ちょやばいやばい、長寿の肉弾戦車なんだけど。これでも俺使わなくても戦闘が使ってくれたらめちゃくちゃ楽なんだけどさ。あのボーリング弾めちゃくちゃ欲しい。おお飛んだ。え、あれじゃない、なんかちょっとずるじゃなかった今。なんかジャンプパネル使ったけど、あれ最初からステージに用意されてるやつじゃなかったっぽくない。道照らして、照らして OK 持ったけど、それフックショット、お前フックショット持ってるよな、ずるすんなよお前マジで。照らしていいよ。木箱はいらねえな、多分こっちだな。あいつが、うわフックショットでどっか行きやがった。ずるい、それフックショットで。あいつフックショットで、ショートカットしやがったんだけど。まあでも、アイテムがあるとそういうのもできるから、こいつ何してんだこいつはよ。そういうのもできるっていう、ことね。このステージ結構みんなクリアするのには、ちょっと時間かかってんな。あと、3人、5人か、あと、結構時間かかって、てる気がすんな。そうだな、これフルネームじゃねえこれあと1人、まあ、次のステージだな。次のステージなんだろうな。なんかもっとあれだな、レースも結構多めな気がするけど、やっぱサバイバル、一回死んだらアウトのサバイバルがやっぱいいよね。回転するキューブから落ちないように頑張って最後まで生き延びよう。だって、まあ、楽しそう。え、こういうステージ楽しそうだよな。なんだこれ、回転してる。トラップに気をつけないようにしてね。トラップだな。あールービックキューブ、待って、これなんだっけ、このなんだっけ、これミキサーだっけ、かき混ぜ機だっけ。バカ俺のこと持つんじゃねえよ、おい頼むよ、持つなよ俺のこと。ちょっと操作しにくいんだから。痛いローリングで、ぐるぐるできるからね。怖すぎ。お前だよ、お前。おい。うつせみ、お前だよ、マジで。さっきから持ち上げてぶん投げてきやがって。こいつは、爆弾で、俺爆破していい？こいつのこと。爆破予告するわ、俺。こいつのこと。おもちゃゴーゴーは確かあれだよな。いや、知らないな。水を受けながら早く進もう。あ、レースか。なんかおもちゃが隠れてるとこ見つけようみたいな感じだと思った。俺が落ちちゃった。やばい、俺が落ちちゃった。うつせに持ち上げたら俺が落ちちゃった。なんかね、ランクもね、ダイヤとかゴールドとかそういうのじゃなくてね、鳥とかね、あれなんだよな、アヒルとか、ガチョウとか。一番上のランクは確かフェニックスだったかな。フェニックスランクね。これ何に使うのこれ、この木箱。で、これ空中で出せね、これ。空中で、あ、二段ジャンプみたいな使い方で切ってきるかもしれない、あの箱。なんと、いけますね、二段ジャンプ。
そんな使い方ありなのかよっていう感じはあるけど、俺1位じゃねこれ、来い、よーし、いいねー、1位。まあでもなんかボットも混じってるのかな、どうなんだろうな。まあでもこの上位取るやつらはまあボットじゃないだろうな。ブブブブとか打つセミとか、まあ結構攻撃的なやつらはボットとかじゃないだろうな。まあとりあえずは最終ラウンドで、だから最終ラウンド強いやつはな、明らかプレイヤーだもんな。レッツダンシングだって、音波攻撃をジャンプで避けて最後まで生き残ろう。何にしよっかな、びっくり箱使ってみる、ちょっと使ったことないやつ使ってみようぜ。ステルス冷凍マグロコンボも良かったけどね、僕多分この上でに乗っとけば結構いい感じに逃げれたりはすると思うんだけど、この音波に当たると結構あんまりいいことないからね。いつセミのことぶん殴りたいな、ちょっと。はい、これスタンされてるやつをしっかりとぶん殴っていこうぜはい、1キル。これキルしたらあれなんだよな、あれが出るよね、なんだ、あ、何になるんだあれさ、あれすると分かんねえ な、何が起こるか分かんねえな。はい、ボーリング、何、爆弾爆弾爆弾、はい、あ、やばい、食らっちゃった食らっちゃった食らっちゃった、いいね、とりあえずん、びっくり箱当たんなかった。びっくり箱設置技にもできるのかな、もしかしたら。はい、何、あの矢は強いぞ、これは結構この矢は強いぞ、だいぶ痛い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 、やめて投げないで、ソロルにこの矢はね、俺がねしっかりと、あ、びっくり箱当たってる、あいつ、おいおい、ちょいじめられてる、一旦かわさないと、やばいやばい、爆弾爆弾、やばい、死ぬ、危ない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 、はい、回復しよう、一旦回復して、かわすのを優先的にねやっていこうか、ちゃんとね、はい、置いといてさ、ボーリングも持っといて、こ、やばい、かわして、危ねえ、あーはははくっそー、全然ダメだった全然ダメだった。いや、プププププも結構ね上位食らいついてたもんな、悔しいな。さあ3戦目やっていこうか。ちょっと録画のねボタンを早く押し忘れちゃったからあれなんだけど、まあこれ1戦目だね、1戦目ってかラウンド1だね、ステージ1だね。で名前は分からんかった、名前ちょっと忘れちゃったな、このステージのな。タイミングを見計らってドアを通り抜けようって書いてあるね。ドアが閉じちゃうのかな、じゃあ。真ん中から行った方がでも良さそうだな。うん。タイミング見計らってさ、こうやって行っちゃって。いいぞ、うまいぞ、いいぞ。だここで1位取ってもそんなに旨味成分はないというか。ちゃんと冷静に止まっていく感じね。いいね。ローリングで早く行ってもそんなに意味ないもんな。お、ずるい、あいつ。ローリングで抜けちゃうか、ローリングで抜けといて風で、あう、まあ、2位だからいいや。いやー、でもさっきの試合悔しいな、俺勝ちたかったな。序盤なんかもみくちゃんされて体力削られたら、でも本当にあれは最終ステージ良くない気がする。体力がなくなると、まあ、吹っ飛びやすくなるからな。体力なくなったから、なくなってすぐ死ぬわけではないんだろうけど、うん、すぐ死ぬとかではないけど、あれだもんな、吹っ飛ばされやすくなるもんな、単純な。まあ、あと持ち込みアイテムでなんかちょっとあれだな、スタン取りながらな、相手のことを動けなくさせて攻撃アイテムで確実にやるみたいなのがやっぱり一種のコンボになってくるんだろうな、きっとな。メモリーリズムだって。風呂に描かれた絵を覚えてください。ギター、ピアノ、ギターとピアノしかなくね。ギターとピアノだけじゃん。あー、あれか。こういうステージやったことあるな。フォールガイズで。あるな。覚えるんでしょ、これ。
ギターとピアノ、ギターだから俺の場所でこれ正解なんだよ。あいつやばいだろ、あいつあいつ正解しちゃったのに早とちりしすぎてもう慌てすぎて落ちちゃったやん。とんでもないな。ちょっと落ち着けよな。次はエッグロード、卵の道ってこと。ヒッチハイクでより早くゴールにたどり着こう。ヒッチハイクでってどういうこと。ヒッチハイク、ヒッチハイクってなんかあれじゃないの、車に乗っけてもらってるとかじゃない。カニモリ持ち上げてポイって後ろに投げる。何お前プレイヤーか、カニモリなあ。お前プレイヤーか。ヒッチハイクってそういうことね。車乗っといて2日目。あー落とされる。何おい、カニモリお前マジでお前落ちてった。はいポイカニイモリ落ちてったからなどこにいるんだろあいつ。もうこれダッシュ板乗っとくと早く行けるからな。これヒッチハイク早くなってる気しないんだけど、あっていや、これほんと早くなってる。ヒッチハイクゾーンってほんとに車速い。これいいね、ジャンプしといて食らえいいね、焦らずな。これ加速してはい1位いいね。カニヤモリどこにいるんだろう。あ、カニヤモリちゃんと3位でゴールしてるわ。田辺やり使いいいな名前。田辺だっけ。田辺だよな多分。谷編は田辺やり使いっていう名前なんだけど、このゲームやりとかあったっけ。ヒヤヒヤゴーストだって。次最終ラウンドかなこれ。ゴーストに気をつけて退場させられないようにしていこうっていう。びっくり箱巨大化ゴーストチェイス、変身術とかも結構良さそうなんだよな。相手のことをなんかねヤギとかに変身させれたりするんだけど、割とそれも良さそう。ちょっと序盤はな、割とな。地雷はどうしよっかね。適当にここら辺に置いとくか。自分でやられてもそんな食らったりしないからな。で変身術が使えるんで変身させたくない。そのこと俺動けなくなってる。俺動けなくなってる。ここ。で、カニイモリや、はい。いいぞ。カニイモリに、しっかりと、変身術で変身させといて、変身術使ってあれするのもありだな。マグロ持ってるアイス。恐ろしいな。マグロ独占しよう、俺が。で、この、これなんかね、爆風ダメージな気がするな、なんかな。敵倒しに行くのもあれで、まあ、あいつでいいや、とりあえず。はい。いいぞ。変身術強くね。え、変身術からの結構強いぞこれ。10秒ちょっと待つか。爆弾で一旦やるのもありだけど、一旦ちょっとクールタイム待っといてアサシンムーブしに行くのありだね。結構ね、変身術が溜まったんで。はい、何外れた。はい、お前狙っ、おらあとドイツだ、あとドイツだ、ドイツだ、あとドイツだ。向こうにいる感じね。なるほどね。ただ俺は今武器を持ち合わせてないので、トランポリン設置しといて、地雷とかだな、いった地雷とか置いてて、マグロが欲しいな俺的には。マグロが欲しくて、で変身術マグロコンボだね、やるとしたらな。おい飛んでいくなって、画面が見えなくなっちゃうからマジでなあ。ゲームしたいのに。ここ、はい、でマグロでぶん殴って行きましょう。いいな、変身させてからのマグロでぶん殴るムーブもちょっとありだな。基本的にはなんか持ち込めるアイテムやっぱスタン取ったりとか妨害したりとかが多い気がするな。無敵、一瞬無敵にもあるけどな。で、今ちなみにランクはね、あれなんだよな。この後ランクポイント見れるよな。ガチョウかな？ガチョウの上がなんだっけな？なんか恐竜とかもあんだよな。あと3つぐらいで最高ランクだった気がするな。今ガチョウエッグ2だね、今。さあ、4戦目かな？ 4 戦目かな？やっていこうか。アヒルメーカーだって。
やっぱ最終ラウンド楽しいな。ワンマッチなんか割とさっくりしてていいよね。だいたい6分から10分ぐらいな気がするんだけどさ、まあ、結構でもそれでもなんか体感早く感じるな。マグロ持ってバチン横向いてバチンってやるのが一番いいんだよな、やっぱりな。おい、なんだそれ。おい、変なポータルやめてくれ。タイヤはこれ避けていけばいいよな。そうだよな、あのポータル入りたいな、できれば。タイヤの位置が変わるんだな、これ。落ちちゃう、ちょっとやだね。ちょっと手入れた、いいね。下手すぎ。おいおい、ちょっと待って、マジでやめてくれ、本当に。来た、いいよ。で、車に乗るやつだな、これな。フックショットでいらんことするとちょっとよくないな、危ないな。すごく今のは危なかったね。このアヒルメーカーに最後ちゃんと乗っ、下歩くよりかちょっと待って、アヒルメーカー乗った方がやっぱ速そうではあるよな。まあ上位のやつって大体プレイヤーと思うからな、上位のやつちゃんと覚えとかんとな。序盤で潰せたらいいんだけどな、なかなか序盤で潰すの難しいもんな。クレイジーダックのレーザーを避けて生き延びよう。クレイジーダックってとこにいる。クレイジーダック、くるっとダックってこと。これ乗っちゃうとダメなやつの、多分赤だと落ちちゃう、床が抜けちゃうとかそんな感じだよね、きっとね。乗る回数制限があるのかな。お、早すぎね。8人もう8人落ちたし、右上のやつとんでもなく転がってるし、もうもはやよくわからない時代になってたね。次がファンダッシュ。ファンダッシュはなんか、これは今日やったっけ、どうだっけ、やった気もするな。まあでも本番はね、まあ、最終ラウンドなんでな。最終ラウンドクソ楽しいからな、やっぱり。なんか最終ラウンドの一個手前からもあれでも楽しそうなんだよな。正直ここら辺でアイテムとか使ってもそんなに美味しくないというかな。フックロープゲット。クロープか。マグロ持ってきてるやついて怖いから、もう早めになんか進んじゃいてえな。おーい、なんか殴られちった。いいや、まあいいや、クロープでしっかり1位でゴールしていこうぜ。いや、このコースは結構短いな、なんかな、短いコースだったんだろうな、きっと。まあでもトッツァンとかね、こいつはでも結構さっきから上位にいるからな。俺のライバルのウンポいないかな。いないかな、あいつ。さあ次がおもちゃ中枢、おもちゃ中核、わかんないけど。回って好きなアイテムを選べってことだね。ゴーストチェイスやってみるか。使ったっけこの前。変身術でもいいんだけど、いや変身術良かったけどな。ゴーストチェイス行ってみるか今回。ゴーストチェイスはマグロ持ってる、銃持ってんのかやつ、銃持ってんのか。ファイヤー、爆弾やっぱ当てづらかったりするよね。爆弾それ危ねえ。まあ弓でも持っといて、なんか狙ってくるやつしっかりと弓で狙撃とかしていこうかな、ちゃんとね。はい、当たったね、いいね、当たったんでしっかりゴーストチェイスも、ゴーストチェイス起動したいな、できればな。はい、え、ゴーストチェイスは俺の、バカバカバカ、いやミサイル飛んでくる、やばい、痛い痛い痛い。はい、でゴーストチェイスでアタックできてしまいますよと。いいね、ゴーストチェイスあれか、一回当ててなんとか何やらかんやらみたいな感じ、そんな感じ。体力も多く保ちてんだよな、マグロだけ取っといて、ゴーストチェイスからのマグロとか一番。うわ外した、やばい、食らった。ロケットランチャーだこれ、ロケラン、何それ、ははは。いやロケランさ最悪、何今のね、最悪。さあ5試合目、5試合目やっていこうぜ。いやなんか強いプレイヤーちょっといるね、ちゃんとね、ちゃんと当ててくるな。エイム結構ね難しいんだよな、このゲーム。そう、
結構ちゃんとエイムするのね難しいんだよな。無敵とかもちゃんと用意しておくの大事かもしれんな。回避とかでな大事かもしれない。まあしっかりとまずはポータルボール持っといて、まあここでもそんなに負ける要素はないと思うしな。ポータルボールもそんなだな、そんななんかがっつりここじゃ重要って感じでもないからな。まあなんかみんなマジで猛者とかだったらこの第一ステージとかも結構ひりつく試合ができたりするんだろうなきっとな。まあでも今のところはな、最初のラウンドはそんなにみんながっつり来るっていう感じでもないからな。しっかり勝利していこうぜ。はい、いいね、いいっすね。戸口義之フルネームじゃねそれな。いやー勝ちてえなー。最終ラウンドで、まあ、気持ちよくな。やっぱステルスマグロ、変身術マグロかステルスマグロ、どっちでもいいな。変身術はなんか爆発起きるからあれは当てやすかったりするんだよな。砕けていくキャンディーと吹き出してくるジュースに気をつけてっていうあれだね。これはアイテムで、これアイテムで落としちゃったりできるんじゃない。アイテム落ちたりしてる、してないね。これキャンディーが落ちてくる感じか。誰か落とすのありだな。こいつとか困ってるからね。戸口義行大丈夫かお前。落ちてった。ナイス。え、義行落ちちゃった、もしかして。そうか。残念だ。お悔やみ申し上げるわ。次がマグネットハロー。これあれじゃない、これ楽しんで、このコース結構楽しいんだよな。マグネットハローを発動すると前に飛べるやつね。で、充電ゾーン使うと回復できるっていう。これ結構楽しいんだよな。チャージエリアに入ってスキル回数を増やそうっていう。いいね、入ったね。これ超楽しいんだよな、これ。クソ楽しい、このコース。はい。はい。入って。いいよ。あ最悪。リカバリーゴロゴロ。リカバリーゴロン族しといて、これでもあれでいいよな。短縮で。全然ありだからね。マジで楽しい、このコースは。こっちからも行けたりするのか。まずいな。いいぞ。リカバリーうまい。落雷がもうなく発生てない。落雷ってなんだろう。あ、抜かれた俺、もしかして。悔しい。用意に抜かれた、最悪だ、悔しいな。やっぱあれかな、今回義行本当に脱落したんかな。義行の姿が見えないんだけどさ、本当にあいつ脱落しちゃったんかな。でも名前も変えるのめんどくさくて俺そのままなんだよな。でも昼長は昼長でいいかなって思うんだよな。いや、さっきさ、俺、ロケットランチャー持って死んだんだよな。ロケラン結構強いんだよ。いや、これちょっと、いや、新しくなんかグラビティボムっていうの手に入れたんで、グラビティボム使ってみようかな。これあれかな、ホライゾンのウルトみたいな感じかな、エーペックスで言ったら。わかんないけど、使ったことないから、これは。まあ、やっぱね、自分が狙われないようにするのが一番ベストというかな。ちょっと、ここら辺でアイテムをね、一旦、スプリングボード設置しといてな。いいっすね。ファイヤー、何地雷とかも仕掛けていこうかな。真ん中とかに。マグロだ、マグロ。グラビティボム撃ってみようかな。あそこ3人いるからね。はい。なんだこれ。え、何、どう使うのあれ。あ、起爆ってあったわ。はい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 。起爆する感じね。なるほどね。一旦ちょっとじゃあキューピッドの矢で、はい、当たったね、今ね、当たったね。もう一丁外した。グラビティボム起動していい？グラビティボム起動。そういう感じで、なるほどね。当たったかな。当たってる。いい偏差打ち。
足んなかったか。ちょっと俺体力満タンで今いい感じに抱えてるんで、裏取られないようにな。あそこなんかいる。はい、マジか。はい、グラビティボム、いいね。スプリングボード打っといて。やばいやばい、ミサイルが飛んでくる。やばい、ミサイル、ミサイル、おい、バカバカバカ。ねえ